ランドサット7号が撮影した南ルコニア省南、ルコニア省はボルネオ島の北方にある岩礁群である。北ルコニア省と共にルコニア省を形成する。南シナ海南部に位置し、南沙諸島に含められることもある。北ルコニア省の南12海里に位置する。東西約30海里、幅約15海里にわたって岩礁が卵型に分布しており、区域の面積は 約900平方キロメートル。名前の付けられた地形は6つあるが、貫出するのはロイコニア・ブレイカーズのみであり、他の地形は最朝で水深4.6から8.2メートルである。マレーシアの排他的経済水域内にあり、岩礁全体をマレーシアが実効支配している。中国が2013年10月に南ルコニア、小周辺へ感船を派遣したほか 2014年9月頃から中国海警局の船舶の審判が増加し、マレーシア側の無線による立ち退き要請に対しても反応がないことから、マレーシア海軍は2015年6月3日にこの岩礁付近に艦船を発見している。南ルコニア礁の南にはセントラルルコニアガス田があり、採掘された天然ガスはパイプラインでサラワク州ビンツルに送られ、液化天然ガスとして 日本にも輸出されている。ありがとうございます。